亡くなった父さんから預かってたの。魔法の杖の力で父さんを復活させるんだ。蘇れ父さん。足だけ24時間以内に何とかしないと父さんが永遠に消えちゃう。魔法なんて無理だよ。大丈夫、すぐできる。大きくなれ。え、なんで。陽気な兄と弱気な弟ディズニー・ピクサーが送る2分の1の魔法。俺たち兄弟は2人で1つだ。遥か昔、世界は魔法にあふれていた。だがいつの間にか魔法は消えてしまった。父さん、一度でいいから会いたかったな。ねえ父さん、僕は何をやっても中途半端。今日で16歳になるのに。我が弟よ、誕生日おめでとう。プレゼントがあるの、父さんからよ。16歳になったらこれをあなたにって。魔法の杖。手紙。もしかして父さんを生き返らせることができる。足だけ。ああどうしよう、魔法が半分しかかかってない。諦めるのはまだ早い。不死鳥の石を探すんだ。え？タイムリミットは24時間。それまでに復活の呪文を完成させるんだ。やってみるよ父さん。見て。いいね。よし、やってみよう。大きくなれ。成功だ。失敗だ。やっぱり父さんみたいにはなれないよ。いや、父さんならきっとこう言う。自分を信じろ。きっと会える。少しの魔法と勇気があれば。Hey, stay with me for more on Disney movies. Now, 2020 is going to be a big year with the following releases. Onward on March 6, Mulan on March 27, Artemis Fowl on May 29, Soul on June 19, Jungle Cruise July 24, The One and Only Ivan on August 14th, Ron's Gone Wrong November 8, Raya and the Last Dragon November 25, and Cruella on December 23. Whew! Now, which one are you most excited for? Let me know in the comments below.